チス誰も知らない狩人イカレタコスキです。今回もサクッとモンハンラジオの時間だよということでおしゃべりをさせていただこうと思います。何を話そうかなと思ったんだけど、モンスターハンターライズサンブレイクまでどんな風になるのかなってことでちょっとね、まあ、調べてみたってことじゃないですね。私が予想の材料を少し集めてみました。まあ、情報系にすごい精通している人なんかはね、もう知っているお話もあるかもしれませんけども、まあ、とりあえず、現状、もういつだボリューム 3.0 ですか？あれもうだいぶ経ちますね。3ヶ月ぐらい経つかね。まあ、そっからはイベントクエスト、この間初のね、外部コラボっていう形でいろいろやってますけども、まあ、大型アップデートっていうのは来るのか否かみたいなところが、頭の中にありまして、来んのかなと。まあ、来そうな文面とかあるかなって調べてみたんだけど、とりあえずね、2つぐらい、まあ、ちょっとそれに関わりそうなっていうとちょっと、あれだな、でかいな。もうちょっとコンパクトに、まあ、もしかしたら考えてんじゃないのぐらいの、お話をね、していこうと思います。1つがね、まあ、よく最近はもう動画とかでも出てきますね。中間株主通信。まあ私株買ったことないから分からんけども、まあ株を持ってる人たちに、お金を出してくれる人たちに対して発表しているお話の中からモンスターハンターライズの話がねちょっと出てます。今後どうするよみたいな話。これ一つミソなのは、一般の人たちにダーンって出すっていうよりも、まあ、お金を出資してくれてる人たちに出すお話だから、まあ比較的、まあ、信頼度っていうのがね、大事になってきます。じゃ果たしてその言った通りになっているかどうか。まあ、制作みたいなもんだよね。で、前期末に発売したモンスターハンターライズも無料アップデートを実施しながら、タイトルの鮮度を保ち、ユーザーの皆様のリテンションを測ってまいります。聞き慣れない言葉が出てきました。リテンションとは一体何なのか、サクッと Google 先生に聞いてみました。まあ、リテンション。まあ、英語、そのまんまなんだけどね。リテンションとは、既存顧客との関係を維持していくためのマーケティング活動のこと。CRM。これは略称ですかね。もう一気にビジネスワードっぽくなりますね。その手段のための一つ。一度顧客が離れてしまうと、新規に顧客を開拓することは、非常にコストがかかる一対五の法則なため、いかに既存顧客を維持し、離反させないかが重要となる。ということになってます。まあ簡単に言うと、今イベクエコラボクエで、まあ、ネットとかでは結構ねモンスターハンターライズ自体、大きなコンテンツも来ないんじゃないのみたいなことを言われているけども、まあ、一応こちらの方ではそのリテンションを図っていると、モンスターハンターライズをのトレンド性って言ったらいいんですかね、っていうものをまあ画策していると。これにコラボとかも入ってくるとは思うんだけども、まあでもどうだろうね。実際ネット上とかにあるコメントっていうのは、まああれ本当にあくまで一部のコメントだから、実際にモンスターハンターライトをまだ続けている人たち、もしくは期待している人たちがどういう風に感じてるかっていうのはね、まだわからんわけですよ。だからそこを見て、このリテンションが図られて、成果が出なければ、また何かしらのね、手を加えてくる可能性もあるかもしれないし、まあでもそんな後手後手な方法は取らなそうな気もするけどね。ある程度もう、実績のある会社だから、これぐらいのことやったらこれぐらいお客さんがまた戻ってくる、盛り上がるよっていうのはね、分かってそうな気がしますんで、まあそう考えると、まあ一番どのタイミングがいいかなって考えたときに、スチーム版のモンスターハンターライズが発売する1月何日だったかね、あたりだと思うんですよ。で、これにちょっと絡めて、他にもう一個記事があったんだけども、まあ、スチーム版のモンスターハンターライズ、そう、パソコン版のね、モンハンっていうのが昨今出るようになりました。これモンスターハンターワールドからかな。モンスターハンターワールドアイスボーンまで、パソコン版の、モンハンが出てるんですけども、モンスターハンターライズも出るんですけども、まあ、発売日が遅い。1年ぐらい後になってくるんで、どうしたって、まあ、一番最初のスタートを切った時の盛り上がりからは外れているタイミングなんですよ。でもね、じゃあなんとなくついでに今流行りだからパソコン版出してるのか、パソコン版でもそんなに本数やっぱ売れてないじゃんって思うかもしんないんですけども、どうやらね、社長はね、
このパソコン版っていうのが今後大きい市場になると考えているってことは、もう今そう感じてるってことは、そこに投資をしていくっていうことなんですよ。簡単に言うとね、これ日経ビジネスさんの記事なんですけど、まあ、社長さんのコメントがあります。アップルの iPhone が発売されて十数年、それまでの携帯電話でもゲームはできたわけですが、スマホの登場によってパソコンと同等くらいの機能が搭載されている汎用機が出てきました。アップルの iOS だけでなく、Android という汎用型の OS も登場したことで、ゲームを楽しむ環境がグローバルベースで爆発的に広がっていきました。通信インフラ環境もどんどん改善していき、先進国では 5G によるサービスも始まりつつあります。コンソールもインターネットへの常時接続が当たり前になり、ネットワークを使って楽しむことを意識したゲーム作りに移っていきます。新興国の人たちがスマホを持つことでゲーム人口は一気に増え、市場も拡大しています。ただ私はスマホの先を見ています。そうです、新興国では生活必需品としてまずスマホを手に入れる人が多いでしょう。コンソールも大事ですが、次に来るのはPC だと睨んでいますと熱く語っているかどうかはわからないんですけども、まあとりあえずね、パソコンのゲーム、パソコン、まあどう、パソコン専用のタイトルを作ることとかではないとは思うんだよね。もうカプコンさんには既存のあの超有名タイトル、世界に誇るタイトルいっぱいありますから、多分そういうことではなく、やっぱそういったゲームっていうのは全部据え置きで有名になっているゲームなんで、それをパソコンにもやっぱ浸透させていきたいということなんだと思います。なんでね、おそらくそれを2つを今ちょっと合わせると、今さ、モンスターハンターライズとかって、まあ1年遅れぐらいであのパソコン版が出てると思うんですけども、まあおそらくもう次回のモンスターハンターとか構想、まあ、下手したらもう開発にも着手してると思うんだけど、パソコンと同時に出る可能性ってのはそろそろあるよね。まあ次回作がそうなるか分かんないけども、少なくともパソコン版出ると思うんですよ。ってことはやっぱりそれに向けて、あ、カプコンのモンスターハンターはパソコンでも出るし、まあなんだったらパソコン版だとあの性能の上限がないから、あの いきなりね、美麗な映像とかでお届けすることができちゃうし、まあスイッチ持ってないとかプレイステーション持ってないっていうのがある程度緩和される、パソコンだったら持ってるしねっていうことでね、緩和されるってことを考えると、このライズのスチーム版の発売するタイミングってのは結構大きい、まあ、宣伝効果を得たいんじゃないかなって個人的にはね考えるわけですよ。なんでそのタイミングでこそ、今はあの週1のイベントクエストとかやってますけども、何かしら大きいイベントを重ねていく、で何よりもあのアップデートの、まあ、スピード感と言いましょうかを、多分 CS キースイッチと揃えていきたいんじゃないかなと個人的にはね思うわけですよ。なんで今この中の話からすると、一番熱いのは1月、ポケモンアルセウスとかも出る、結構あの発売ゲームがね、エルデンリングも出るみたいな感じでね、あの戦国時代に突入していく頃ですけども、この付近で一番なんか来る可能性があるんじゃないですかね。って考えると、年末あたりに公開生放送とかやるんじゃないの。要は Steam 版の発売が近づいているわけでは参りますがと、まあ、皆さんに Steam 版買ってねっていう話をするとともに、やっぱ 4.0 とかの話が来たら盛り上がるじゃないですか。なんでね、このタイミングじゃねえかなと個人的には思っております。てなことを今日は考えていましたというラジオでした。まあね、どうなるかな。まあこのままね、来ない可能性だってね、あの、こう、タコスケの中にもチラチラ出てますけどもね、まあ来てくれたら嬉しいよね。で、Steam 版でそのバージョン 4.0 とかプレイできると、それはそれでまたちょっとテンション上がるよね。てなわけで、誰も知らないカリウド、イカレタコスケでした。